はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、パンチを打った時に手首がグリンとねならないように、もしくはちょっとねフック気味に殴った時に手首がこう横にねクリッとこうなってしまわないように、手首をしっかり鍛えるプッシュアップを紹介しようと思います。で、今回はこういったバランスディスクを使って拳を手首鍛えようと思います。で、このバランスディスクなんですけども、まあ、よかったらね、説明欄にリンク貼ってますんで、見に行ってみてください。で、なぜこれを使うかというとですね、まあ、剣立てで慣れた人っていうのは、ここの人差し指、中指、そして人差し指の第一関節、この3点がですね、もうしっかりしてる場合、もう全然手首がブレないんですよね。手首が全然ブレなくって、これでは、まあ、拳は確かに鍛えられるんだけど、もう慣れてきてると拳も効かないですし、あと手首もね、あんまり鍛えられないんで、今回は手首のみを鍛えるためにバランスディスクを使っていきます。で、このバランスディスクを使うとですね、やっぱり手首がね、こうグラグラしちゃうんで、しっかり鍛えられます。ただちょっとイボイボがあるんでね、イボイボがあるからちょっと手はね、少し痛いですね。拳じゃないとこが痛い。ちょっとまずこれでね、一緒に皆さんやっていきましょう。ではね、じゃあ何回いこうかな。50回いきましょうか、皆さん。50回ほどこれでちょっとまあ軽くやってみましょう。はい、いきまーす。となるとですね、手がこんな感じにイボイボがねついてしまった。ちょっと気持ち悪いですが、このイボイボがね、ちょっとこれここねイボイボしてるんで、手がね、まあ膨らんでくると思うんですけども、これがあると手首が割とねこうグリグリするんで、まだあんまり手首が固まってない人はちょっと危ないかもしれないけど、まあ上手にねゆっくりやっていけば、しっかり下まで降りれますし、まあ、拳を鍛えるにはならないけど、手首がね強くなってきますんで、パンチを打った時に手首がこうなりやすい人はね、しっかりバランスディスクの上で剣立てをして手首を鍛えて、そしたらあとは砂袋とかを殴ったり、あとは剣立てを床でコンクリの上でやってみてもらえたらと思います。皆さん頑張っていじめられないように鍛えていきましょう。タートルでした。